フィンランド第二の都市ビープリの南方のカレリア地境にマンネルハイム線が築かれていたマンネルハイム線またはマンネルヘイム線はソ連軍の進攻に対抗するためフィンランド軍がラドガコとフィンランド湾の間のカレリア地境に長さ 135km 幅 90km にわたり築いた防衛線のことナチスドイツの技術援助により作られた名称は フィンランドの陸軍元帥、カールグスタフ・エミール・マンネルヘームに由来する。この防衛線は、当初、1918年のフィンランド内戦の直後に、マンネルヘームが構想したが、彼がゲイアしたために実現しなかった。その後、1921年より1924年、及び1932年以後の2期に分けて、統治下や機関銃座が建設されたが完成する前に、ソ連との、 冬戦争に突入した。マンネルハイム戦には、ジークフリート戦やマジの戦のような大型統治下や、対戦車号や、竜の歯と呼ばれるコンクリート製の対戦車用、障害物などはなく、自然の地形や倒木などの障害物を利用した、防衛陣地が築かれていた。構築のために使用されたコンクリートは、ヘルシンキのオペラ座建設用のコンクリートよりも少ない、ほどであった。 冬戦争の際、マンネルハイム戦は激しい戦場となり、当初フィンランド全土を占領するつもりだったソ連軍は、冬季の厳しい環境とフィンランド軍の決死の防衛のため、この戦場で2ヶ月にわたり、足止めされた。フィンランド軍は国民に対し強固な対素防衛戦があると信じさせるため、ソ連軍はフィンランドへの進撃が止まってしまっている理由を説明するため、 それぞれマンネルハイム戦の強力さを宣伝した。このため、実際には、当地化は小さく、大砲も、わずかしかなく、ただの残酷や地形を使った、障害物が大半を占めるにもかかわらず、重武装したマンネルハイム戦という伝説があるふするようになった。冬戦争の後、マンネルハイム戦場の構造物は、ソ連軍の公兵により破壊された。 その後の継続戦争では両軍ともこの戦場で戦っているがもはや両軍とも防衛戦を再建することはなかった。人地の一部には学生や児童の休日労働によって建設されたものもあった。ソ連側は冬戦争終結後もマンネルハイム戦についてマジの戦に匹敵する強力な防衛戦として宣伝し続けた。ニキータ・フルシチョフも回想録の中で マンネルハイム戦が難航不落の存在だったとしている。ありがとうございます。